当選ラーは、日本中央競馬会に登録されていた、競争馬である。主な勝ち倉は2011年のキサラギ賞、2013年、京都記念、マイルチャンピオンシップ。馬名の由来は、カンムリ名エジプト神話の太陽神、ラー。2010年11月の京都競馬場の二歳新馬戦で、竹豊を安城にデビューし一番人気に応えて、デビュー戦を飾った。 自創の暮れの阪神のエリカ賞は3着に敗れる。2011年キサラギ賞表彰式初戦の1月の副受賞を特別は一番人気に押されるも直線伸びず3着に敗れた。そして重賞初挑戦となったキサラギ賞は安状をミルコデムールを迎えてのレースとなり、最後の直線で握るリキサンマックスを捉えて重賞初制覇した。 その後、札幌省に直行するローテーションを組んで、宮城県山本町の山本トレーニングセンターで、放牧していた3月11日に、東日本大震災に遭遇する。幸い、山本トレ線は高台にあったため当線ラーを含め、放牧中の馬に、津波の直接の被害は合わなかった。しかし道路が寸断されて、立島への気球が大幅に遅くなった。本番の札幌省は7着。 日本ダービーは11着に敗れた。秋に入り9月18日のセントライト記念では中段から追い上げてフェイトフルーの2着。喫下賞はオルフェーブルをマークする形になったが3着に敗れた。初戦の京都記念は後方から追い上げたが4着に敗れた。続く日経賞ではいいところがなくユニバーサルバンクと10着同着に終わった。新潟大賞店は 中段追走も、直線では全く伸びず11着と惨敗した。ナルオ記念では、トゥザグローリーの3着と、構想した。七夕賞は、後方から直線で大外に持ち出して伸びたが、飛鳥栗ちゃんに花さ及ばず2着。小倉記念でも一番人気に押され、道中中段のインで足をため直線鋭く伸びたが、エクスペディションの2着。新潟記念は中段に構えるも、 直線伸びず7着となった。2013年京都記念表彰式京都記念は、直線で湘南舞手を差し切って2年ぶりの勝利を飾った。天皇賞は、フェノオメノにも追いするも惜しくも2着に敗れる。宝塚記念は、馬場の影響で直線を思うように伸びず5着だった。秋は、京都大正天から始動道中は、後方3番手。 向こう正面中間から徐々に上がっていき、直線で断然人気のゴールドシップは交わしたが、外から猛烈に伸びた、ヒットザターゲットに交わされ三着。続いて陣営は、天皇賞は、回避、得意の京都の G1 マイルチャンピオンシップに出走させる。初のマイル戦ではあったが、ダノンシャークに次ぐ2番人気に押される。ここでも、後方3番手に控え、 直線入り口でようやく追い出し、上がり3回を出走場中最速の33.3秒を繰り出し、2着の大和マジョーレに一番審査をつけ優勝。当選ラーは G1 発制覇、騎乗の竹豊は前年のサダムパテックに次いで連覇となり、竹豊は史上初の GI100 勝を達成した。この年も京都記念から始動。 後方から追い上げるも逃げたデスペラードに届かずに着。その後天皇賞ではなく安田記念を目指し慶応杯、スプリングカップへの出走を予定していたが、右前在地のため回避。目標とした安田記念に前哨戦なしで挑むこととなった。安田記念は大雨の後の歴史的な不良馬場で行われた。このレースではドバイデューティーフリーで圧勝し、 国際クラシフィケーションマイル区分で130ポンドの高評価を受けたジャスタウェイヤー5連勝で NHK マイルカップを制したミッキー・アイルらが人気を集め当選ラーは単勝8番人気に止まった。レースは逃げるミッキー・アイルを好意で追走するも直線半ばで失速し14着と大敗。レース後の疲労を考慮して宝塚記念を休養。 秋は昨年度と同じ京都大賞典からマイルチャンピオンシップを目指して調整を行った。休養明けの京都大賞典では一番人気に押される。集団グループを追走して追い込みをかけたが差し届かず三着と赤敗。連覇のかかったマイルチャンピオンシップではミッキー・アイルに次いで二番人気。前年のタイムを上回る位置、31.8で構想するも、 レコードタイムで駆け抜けたダノンシャークを差し切れず4着。年末に香港国際競争に招待を受けるがこれを回避。有馬記念を最後に引退することが発表された。有馬記念ではこの年行われた枠順抽選で最内枠の1番を引き当てて出走。スタートから番手を追走し先行するが8着に終わった。引退後はレックススタッドで種ボバとなる。 2016年9月、ブリーダーズスタリオンステーションに移動した。以降は、レックススタットとブリーダーズスタリオンステーションを2年おきに移動する国内シャトルの形態でつなぎをされている。綺麗な大飛びをした馬で、父ディープインパクトの主戦であった竹豊からは、ディープインパクトに最も近いフットワークをしていると称された。その一方で、 ババがゆりいとり金で走ってしまうことが指摘され、太陽神の名前の通り綺麗なババを得意とする、反面、雨でぶったババを苦手としていた。新馬戦、キ更木賞、京都記念、マイルチャンピオンシップと、現役時代の4勝のすべてを、京都で挙げている喫水の京都号車である。京都であれば距離は、融通が利き、長距離レースの菊花賞で3着。 天皇賞で2着になる器用さを持ち合わせていた。当選ラーを担当した小木の人志長教助手は、京都コースが得意な理由として、外回りの3コーナーの坂を下っていって、直線が平坦という京都がラーに合っていると述べている。また、輸送にも課題を抱えており、ありがとうございます。